第6レース目選挙走、進入は枠なり3対3の台形です。3秒前スタートしていきました。センター勢が少し勢いあるスタートになりました。3コース3番長島覗いていきましたが、1マークは1番の久留米が先手。3号艇外行きます。内に2番と4番差し入っていきました。抜けてきたのは最内4号艇の中田駅です。その後2番1番3番と接戦、後方は6番5番の順です。今日はね、ちょっと風もありましたけども、はい、風とかは得意ですか？そうですね、本番行く前にちょっと天井より風が強くなってたので、うん、スタートはちょっと慎重に行きました。はい、そしてこのヒータモーター59号機は中田選手で2節目になりますね、はい、いつも自分が乗るような感じではないんですか？まだ。そうですね、いつもの感じではないです、うんうん、はい。特徴としてはどんな感じに仕上がってますか今？レース行った感じは、うん、たまりも悪くなかったなと思ったので、はい、あの展示のタイムとかも、はい、あの直線もたんまりも出てたので、うんうん、はい、まあ、あとは乗り心地がしっかりくれば、うん、あのもうちょっといいレースできるんじゃないかなと思います。それではファンの方のメッセージお願いします。はい、後半もいいレースできるように頑張ります。応援よろしくお願いします。予選特賞第10レース、進入枠なり3対3の体型です。スタートしてきました。だいぶばらけたスタートになりました。1号艇2号艇6コースから6号艇スタートよく1マークに向かっていきます。最初に運ぶのは1号艇の宇野、大外から4番まで抑えて中田幸まくりましたが、わずかに及ばず1号艇の宇野が押し切ってトップ、追走が6号艇の中田。